彼らの正確さはまさに交響曲であり、才能の調和の取れた融合であり、球界で最も恐れられる打線の一つだ。3選手全員が元 MVP という事実が、この偉業をさらに特別なものにしている。クールなコラボレーションだ。ドジャースは8月31日、日本時間9月1日、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦の初回に、先頭の大谷翔平選手から始まり、ムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手が、3者連続本塁打を放った。地区優勝へ突き進むチームが、球団史上初という快挙を成し遂げた。先頭の大谷が、フルカウントから、2試合連続となる44号ソロを中越えに放つと、ベッツが左中間に14号、さらにフリーマンも、右中間に19号で続いた。3人ともにリーグ MVP を、受賞した経験のある重量打線がいきなり火を吹いた。MLB 公式のサラ・ラングス記者はこれを受けて、自身の X に、ドジャースが試合開始から3者連続弾を放つのは球団史上初と綴った。大リーグを代表する伝統球団の歴史に名を刻む大事件だった。大谷44号から MVP トリオ3連発ロバーツ監督はドヤ顔、我々にはいい選手たちがいるんだ。地区2位との直接対決を制し、デーブ・ロバーツ監督は、我々にはいい選手たちがいるんだとドヤ顔だった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、両チームとも気迫のこもった戦いだった。選手たちは我々のためにできる限りのことをやってくれた。攻撃は大きなヒットがたくさんあった。と両軍ナインをねぎらい、活発だった打線に目を細めた。初回の大谷、ベッツ、フリーマンの3連発には、調子よく、気分よく、3打席連続ホームランを打った。としつつも、だが、その後が良くなかった。と直後に4点を返されたことを指摘。それでもリードを許しながらもやめずに戦い続けた。今夜は得点を上げる必要があると分かっていた。と粘った打線をねぎらった。同点の9回には2アウト2、3塁からエドマンが中前に2点だ。これが決勝打となり、チームは勝利。指揮官は、彼は高い洞察力、高い IQ を持った選手だ。低めのスプリットを打った大きなヒットだった。と変化球にうまくバットを合わせた殊勲打を称えた。チームは同地区2位ダイヤモンドバックスに4ゲーム差に迫られて迎えた首位攻防戦で2連勝。ゲーム差を6に広げ、全体的に見れば我々が競争し勝っている。見ていて楽しいとうなずいた。大谷は昨オフに10年総額7億ドル、当時1015億円で加入。メジャー屈指の資金力で豪華オーダーを組んでいる。いい選手たちがいるし、いいパフォーマンスをしないといけない。彼らはいい給料なんだから、スターであることに理由がある。我々を引っ張るのは彼ら次第。それこそ今やっていることだ、と大きくうなずいた。大谷翔平44号から MVP トリオ3者連発、敵地解説も憤り、なんで勝負するんだ。豪快談に、地元放送局、スポーツネットロサンゼルスでは、空を削り取った。と興奮気味に紹介されていた。実況を務めるジョー・デイビス氏は、打球が飛んだ瞬間に高く舞った打球、中堅方向にまっすぐ、空を削り取った、マーベラス、毎晩が特別な楽しみ、毎晩歴史です、翔平大谷の偉大さよ、と声を大いにした。さらに解説を務めるオーレル・ハーシュハイザー氏は、昨日30日同31日彼は逆方向に本塁打を打ちました。その時彼は入ると分かっていました。彼はバットを打席を出てから途中まで抱えていました。そして小走りし打球を見届けました。彼は今回中堅方向に飛ばしてスタンドに入ると分かっていました。と確信歩きに驚いた表情だった。大谷の先頭打者団は今シーズン5本目で自身11本目。打球速度 108.9 マイル、約 175.3 キロ。飛距離420フィート、約128メートル。角度35度。8月28日、同29日のオリオールズ戦で記録したばかりで、3試合ぶりの先頭打者アーチとなった。大谷のアーチからムーキー・ベッツ外野手、フレディ・フリーマン内野手も、本塁打を放ち、
衝撃の初回戦闘から3連発、敵地放送局ダイヤモンドバックス TV の実況のスティーブ・ベルティオーム氏、解説のボブ・グレンディ氏はもはやブチギレ、実況、信じられません、ドジャースは試合開始から3者連続本塁打、解説、もしかしたら3人とも歩かせてテオスカー・フェルナンデスと勝負した方が良かったかもしれません。大谷の先頭打者弾を放った直後、ベルティオーム氏は放送席で一瞬の沈黙、ああ彼は確かにショーだと唸っていた。解説のボブ・ブレンディ氏は、ファンの中にはなぜ彼に投げるのかと問う人もいる、もしこの MVP に投げなかったら彼の後ろに待ち受ける2人と対決しないといけない、これはバリー・ボンズがジャイアンツでしていたこととは少し違う、彼はそうした打線ではなかったから塁に出るのは簡単だった、大谷の場合はそうではないと、大谷と勝負せざるを得ないドジャース打線の厚さを称えた。ド派手すぎる立ち上がり、3連弾も D バックスキャロルがランニング本塁打にファン大興奮。初回ドジャースの大谷、ベッツ、フリーマンと MVP トリオが3者連続アーチを放ち、チェイスフィールドの観客は騒然となった。いつものように1番 DH でスタメン出場した大谷は、1回表の第1打席でフルカウントからの8球目を捉える。打球は高く上がりセンター方向へぐんぐんと伸びていく。センターのマッカーシーは打球を見上げながら少しずつ下がっていくが、最後は諦め見送った。高い弾道のホームランは MLB 公式データサイト BASEBALLSAVANT によると、打球速度 108.9 マイル、約 175.2 キロ、飛距離420フィート、約 128.0 メートル、打球角度35度、高さ134フィート、約 40.8 メートルのムーンショットだった。衝撃シーンに米メディアも、この一連の出来事は至急の間で起こった、彼らの正確さはまさに交響曲であり、才能の調和の取れた融合であり、球界で最も恐れられる打線の一つだ、歴史に残るシーズンの新たな序章に過ぎない。 NBC ロサンゼルス、3選手全員が元 MVP という事実がこの偉業をさらに特別なものにしている。クールなコラボレーションだ、クラッチポイントと大きく報じている。アベマのコメント欄や SNS 上では、これで入るんか、通天閣打法 W、 めっちゃ高く上がったけどそのまま入っちゃった W、 これぞムーンショット、センターもお手上げだな、などと反応。打球角度と高さに注目しているファンが多く見られた。興奮冷めやらない中、ダイヤモンドバックスの攻撃が始まると、先頭キャロルは大きな飛球を放った。中堅手キーアマイヤーがジャンプし捕球を試みたが取り損ねると、打球が転がる間に一塁二塁三塁とベースを踏むどに加速し、最後はヘルメットを飛ばしながら本塁に生還。今シーズン19号はランニング本塁打で決め、本拠地ファンを沸かせた。キャロルの快速アーチに勇気をもらった打線はこの回一挙4点、ド軍 MVP トリオの3連発に気落ちせず反撃し、試合をひっくり返した。MLB 公式サイト MLB.com は、ライバル関係が激化、混沌としたファーストイニングで両チームが火花を散らすと題し、今シーズンの MLB でおそらく最もエキサイティングな初回でスタートしたと、その攻防の模様を伝えた。これを受けて MLB 公式サイト記者のサラ・ラングス氏は自身の X、旧 Twitter を更新。キャロル 14.32 秒、ホームとホームの記録としては2015年にスタッドキャストの追跡が始まって以来7番目に早い記録だと興奮気味に速報している。 SNS 上でも、衝撃のプレーボールからの44号と思っていたら衝撃の3連発、ところがその裏は先頭打者ランニングホームランとか、ド派手すぎる立ち上がりだよ。今行われてるドジャース VS アリゾナの試合って見てて楽しいよね。大谷ベッツフリーマンの MVP トリオが3連発すれば、キャロルのランニングホームラン等で4点取って仕返しする点の取り合い、これぞ野球の醍醐味。すごい試合やな。初回のホームラン3連発もすごかったけど、その裏のランニングホームランの方がインパクト強い。野球っちゅうのはやっぱおもろいスポーツやね。
ドジャースプレーボール3連発の後はキャロルランニングホームランとか今日の試合のハイライトが1回から現地盛り上がり半端ないだろうなぁと湧いた。3者連続本塁打にベンチもお祭り状態。たった3分の衝撃。ベンチの横で見届けた米人気レポーターが大興奮の同僚が発した声を伝えている。お祭り騒ぎだった。初回先頭の大谷がセンターに飛距離420フィート約128メートルの特大44号ソロを放つと、ベッツが左中間に14号、さらにフリーマンが右中間に19号で続いた。わずか3分で3点を先制。大興奮のベンチの様子を伝えたのは米カリフォルニア州地元放送局スポーツネットロサンゼルスでレポーターを務めるキルステン・ワトソンさんだった。ワトソンさんはベンチのすぐ隣から撮影した映像をインスタグラムのストーリー機能で公開。ベンチに帰ってきた大谷をデーブ・ロバーツ監督が拍手しながら出迎え、ショーと叫びながらハイタッチする様子が収められている。同僚たちもショー、いいぞショーと大興奮で続々と称えた。さらにベッツ、フリーマンを出迎える。ベンチの映像も続けて公開。ムーキー、ホー、フレディ、百宝と驚きを隠せない様子で騒然とする同僚たちが映っていた。ドジャース・エドマン、このチームで初めて大きなヒット、チームの一員になれて嬉しい、決勝打に笑顔。エドマンは6-6で迎えた区界2アウト2・3塁で相手守護神マルティネスの低めスプリットにバットを合わせ中前へ弾き返した。2者が生還し勝ち越しに成功。これが決勝打となった。試合後、エドマンはアメージングだ、このチームで初めて大きなヒットを打てたと笑顔。そしてここに来てまだ2週間だけど、僕らは大きな何本かのヒットを打った。いつもただその役割を果たし、ただ貢献しようとしただけだ。このチームの一員になれて嬉しいと喜んだ。エドマンはトレード期限の7月末にカージナルスから移籍。ただ昨週に右手首を手術した影響で移籍後もマイナーで出場を続けていた。その後メジャー昇格し、8月19日のマリナーズ戦で移籍後初先発した。レジェンドたちも大興奮。5-0、5-0なんて信じられるか。前人未到であり、誰もが不可能としてきた。シーズン50本塁打、50盗塁ですらも射程圏に捉えている大谷。その驚異的な活躍には、メジャーリーグの酸いも甘いも、熟知する元名投手も賛辞を惜しまない。MLB の公式ネット局、MLB ネットワークの討論番組、OFFBASE に出演したジェイク TV だ。2007年にサイ・ヤング賞を獲得し、MLB 通算152勝を挙げたレジェンドは、大谷は前例のない挑戦をしているんだ。5-0、5-0だよ。間違いなく彼は世界最高の選手だと絶賛。さらに大谷にとって5-0、5-0は真の記録への挑戦だと指摘した。また、米ポッドキャスト番組、ザ・ MAYOR、S オフィス・ウィズ・ SEANCASEY に出演した。元ヤンキースのショーン・ケイシー氏は大谷の 5-0、5-0 についてほぼいけるようなものだと強調。その上で昨シーズン中に業界関係者たちが大谷が投げなかったらどうなるんだと話していたと明かし、次のように続けた。私たちは冗談のつもりで、投げなかったら 5-0、5-0 でもできるんじゃないかって話していたんだ。だって 5-0、5-0 なんて信じられるか。そんなの見たことないし、今までのあらゆる偉業よりも全く違う次元の出来事だ。達成したら本当にすごすぎる。現地時間8月31日に行われたダイヤモンドバックス戦では2試合連続となる44号ソロホームランを放ち、また一歩偉業に迫った大谷。その活躍には文字通り世界の熱視線が向けられていると言えよう。また現地で取材を続けるノア・カムラス氏は自身の X で、大谷翔平は MLB 史上初の50本塁打、50盗塁シーズン達成に向けて順調に進んでいる。彼は現在、ナショナルリーグで本塁打数43でトップ、打点数96で2位、打率294で5位。ドジャースでの最初のシーズンで、50、50と三冠王は実際に手の届くところにある、と投稿した。
カムラス氏といえばシーズン前から大胆な予想の一つとして、大谷がドジャースで50本塁打を打ちキャリアハイを更新すると予言していたが、もはやこの記録の達成も時間の問題になったと言えるだろう。大谷の偉業を目撃したファンも、最高のシーズンを過ごしていて本当に信じられない、50を達成したら壮大なものになるとカムラス氏と同様に大きな期待を寄せているようだった。あのトップ3と当たるのはタフ。大谷翔平先頭弾から3者連続被弾、相手先発ケリーが嫉妬を悔やむ。ダイヤモンドバックスの先発右腕メリル・ケリーがドジャース戦に先発し、初回に大谷翔平から今シーズン44号先頭弾を浴びたのを皮切りに3者連続で被弾した。大谷にはフルカウントからの8球目カーブをセンターへ、続く2番ムーキー・ベッツには2球目のスライダーを左中間へ14号ソロ、3番フレディ・フリーマンには初球のフォーシームを右中間へ19号ソロを浴びた。試合後に地元中継テレビ局のインタビューに答えたケリーは、今日打たれたのは全て失投、翔平のはハンガーカーブが真ん中へ入った、ムーキーへのスライダーは真ん中低めを救われ、フレディへの直球も真ん中に入ってしまったと振り返り、もう少しロケーションが良ければ、そうでなければ今のあの打線を相手には厳しい、彼らはとても良い状態だ、自分のベストの球が投げられない状態で、あのトップ3と当たるのはタフだと話した。昨シーズンは12勝8敗で2年連続2桁勝利をマークしたケリーは、4月に右肩を痛め、今シーズンはこれが8試合目の登板。この日は5回1、3を10安打6失点、自責点3で勝敗はつかなかった。米7年目で初のチーム勝ち越し決定タイトル&プレーオフへ、ヒリヒリする9月突入。ドジャースは82勝54敗となって、シーズン勝ち越しが決定。大谷が所属したチームがシーズンで勝ち越すのは7年目で初となった。8月を終えて44本塁打と98打点がリーグトップで、43盗塁は同2位、打率2割9分3厘は5位、すでにメジャー史上初となる43本塁打&43盗塁を達成している。残りは9月の26試合、エンゼルス時代の21年9月にはもっと楽しいというかヒリヒリするような9月を過ごしたいと勝ちへの強い思いを口にした大谷。これまではプレーオフ争いとは無縁だったが、初めてプレーオフ圏内で9月を迎える。さらにタイトル争いも佳境、2年連続の本塁打王へは2位のオズナ、ブレーブスと7本差だが、98打点はオズナと並んでトップ、三冠王へ打率はトップのアラエス、パドレスと1分4厘差だ。さらには前代未聞の手も、残り本塁打6、盗塁7に迫っている。残り打点2で21年の自己最多に並ぶ100打点、本塁打もこの日の先頭弾で昨年の44本に並び、あと2本で自己最多46本になる。47号を放つとメジャー通算218本塁打で秋新種の持つアジア人最多に並び、49号を放つと2001年にグリーンが記録したドジャース記録に並ぶ。今日は土軍ファン、敵軍ファン強奪、まさかの転身宣言。キャッチしたのはダイヤモンドバックスの帽子をかぶった49歳のエリック・デオンさん。私は今日はドジャースファンと笑った。キャッチしたレオンさんはアリゾナ在住、弾み回っていて、みんなが我先にとボールを争っていた。そして最終的に私が掴んだという感じですと振り返った。自身はダイヤモンドバックスファンだが、妻のバレリーさんはドジャースファン。妻のためですよとキャッチしに行った。ドジャースとダイヤモンドバックスは同地区で首くらい争い真っただ中。ええ、間違いなくと妻とも戦っていることを笑って明かす。それでも大谷の本塁打をキャッチし、気持ちはドジャースの方へ。今年記録を破ることを願っています。今夜44盗塁目が決まりますように。これからも成功が続くよう願っています。ボールはバレリーさんへプレゼントする予定だという。この日大谷の本塁打を皮切りにベッツ、フリーマンと3者連発、ドジャースが勝つね、わらと予想していた。達川光雄氏、文句ない、大谷翔平の史上初43を絶賛。達川光雄氏と五十嵐亮太氏が1日、
TBS 系テレビサンデーモーニングにご意見番として出演。史上初の43本塁打&43盗塁の43-43を達成したドジャース大谷翔平投手についてコメントした。達川氏は、これはあのから素晴らしいですね、文句ないです、あっぱれは何回も言わないといけないんであげないんですが、広角に打てる、いつもバッターボックスにいる時穏やかなんですよ、タイミングの取り方がゆったりとしてうまいし、どのコースにも対応ができる、これは今メジャーリーガーの人が大谷を尊敬しているくらいなので、すごい選手になっていますよね。その中でも私、生活、朝起きて夜寝るまでいい食事をして、いい練習をして、そしていい睡眠をとって、時々デコピンと遊んでリラックスして、本当に充実した1日を過ごしているので、こういう結果が出ていると思う。食事もあの年でね、僕らやったら、誘われたらすぐに飛んで行きよった、断れることがそこが素晴らしいと絶賛した。さらに負担がかかるドジャースでまたも離脱者が出た。米メディア欠場することになれば、初回に大谷翔平投手ら MVP トリオが3者連発16安打8得点を奪ったが、勝利の裏でデーブ・ロバーツ監督はヒヤヒヤしていたようだ。たくさんのことが起きた。不快のエヴァン・フィリップスの後ろには投げられる投手は誰もいなかった。みんなが貢献してくれた。試合後の会見、ロバーツ監督は安堵のコメントを並べた。前夜は先発左腕カーショーが2回途中降板して7人のリリーバーをつぎ込んだ。そしてこの日の試合前にはベテランのジョー・ケリーが右肩痛で負傷者リスト入り、リリーバーは登板肩の状況が続いており、この日は決して本調子でなかった。先発ストーンを5回まで引っ張った。さらに同点の8回に登板した25歳右腕カスパリウスはメジャー初登板、苦しい台所事情は明らかだった。ギャビン・ストーンは持てる力を尽くしてくれた。再昇格したハニーウェルもここに戻ってきて、我々のために2回を全力で投げてくれた。攻撃陣も重要な打撃をしてくれた。ブルペンの状況を考慮すると、我々は大量得点を奪う必要があった。そしてその通りのことをしてくれた。ドジャースは大谷翔平選手らの活躍によってナショナルリーグ西地区で首位を保っているが、相次ぐ負傷者の離脱に悩まされている。負傷者の離脱を補うためにジャック・フラーティ投手をトレードで獲得したが、27日日本時間28日の登板で打球が直撃する場面が見られた。米メディアドジャーブルーのマシュー・モレノ記者が言及した。フラーティは5回にラモン・グリアス内野手に逆転のツーラン本塁打を許し、直後のコルトン・コーザー外野手の打球が右手首を直撃した。デーブ・ロバーツ監督とトレーナーのトーマス・アルバート氏がマウンドを訪れたが、フラーティは投球を続け6回まで投げ切っている。試合後にフラーティは、明日はどうなるかわからないが今はとてもいい感じだと述べている。ドジャースに移籍してから5試合に登板して3勝を挙げているフラーティが離脱する事態となれば、投手陣が不足しているドジャースにとっては大きな痛手となる。心配されるフラーティの状態にモレノ氏は、もしフラーティが欠場することになれば、すでにタイラー・グラスノーが右肘腱炎で長期離脱しているドジャースのローテーションにさらなる負担がかかると言及した。 A ロッドが大谷翔平を称賛。ハーパーの力とシャーザーの投球と選評はヤンキースなどで活躍し、大リーグ歴代4位の696本塁打を誇るアレックス・ロドリゲス氏、大谷を現代のバンビーノ、ベーブ・ルースの愛称とした上で、ベーブ・ルースでさえ同じシーズンに20以上の盗塁を決め、40以上の本塁打を放ち、100マイル約161キロを投げることはなかったと評価した。彼はブライス・ハーパー、フィリーズのパワーを持ち、マックス・シャーザードジャースのような投球を披露し、トレー・ターナー同のスピードがある。また大谷の人間性もフィールド外でも紳士的と評価。チームメイトも彼についていいことを言うし、メディアやファンに対しても素晴らしい。今年の翔平を見ることはとても楽しい。私も大ファンで、今シーズンをどのような形で終えるのか
待ちきれないと結んだ。さらに A ロッド氏は大谷の貴重さを強調して紹介。彼は我々のスポーツ界だけでなく世界中のスポーツ界で最大の物語の一つ。大谷は最高の投手の一人であり、最高の打者の一人であり、世界的な活躍を見ても間違いなく野球界において最も貴重な人材だ。投打それぞれで殿堂入りが可能な才能の持ち主であるということは極めて異例なことなんだ。また二刀流についてはどれだけ難しいか、これまで誰もやり遂げたことはない。継続して二刀流を成し遂げた者もいない。彼にとっての最大のチャレンジは怪我せず健康のままプレーできるかどうかってことだが、みんな注目しているよと大谷をベタ褒めした。土軍 OB ガルシアパーラ氏が大谷を語る。彼のバットから出る音は違う。大谷のセンセーショナルな活躍には名門球団で栄光を築いたレジェンドも舌を巻く。レッドソックス在籍時の1999-2000年に首位打者を獲得したガルシアパーラ氏、現スポーツネット LA 解説者は異次元の打球音に強烈な印象を抱いている。彼のバットから出る音は違う。その音を持つ選手はほんの一握りだ。パワーのある打者とパワーヒッターは違いがあるが、彼はパワーヒッター。パワーのある打者であるベッツはバットの芯を食わなかった場合フェンス手前のフライで終わる。翔平やジャッジ、ヤンキースはミスをしてもフェンスを越える。それがパワーヒッター。彼が怪我をせず10年プレーするとしたら400-500本のホームランを簡単に打てる可能性がある。また松井の持つ記録を超えた試合ではコメンテーターを務めるノマー・ガルシア・パーラ氏らが松井と大谷について熱く語った。3回ワンアウト1塁で迎えた第2打席、メッツ先発のハウザーが投じたスライダーを捉えた。8試合ぶりの5号ツーランは打球速度110マイル約177キロ、飛距離423フィート約 128.9m の豪快弾。球場は大熱狂に包まれた。第1打席は空振り三振、第3打席は内野安打、第4打席は四球で2安打1四球2打点だった。同番組の司会を務めるジョー・ハートング氏は偉大な秀樹松井の記録を破りました、特別なことですねとコメント。2009年に松井と同僚だったジェリー・ヘアストン・ジュニア氏もニックネームはこじらでしたね。なぜなら彼はボールを粉砕することができますし、日本では伝説的な人物です。翔平も少年時代に憧れた選手の一人です。名誉に感じたでしょうと続けた。首位打者に2回輝いた名選手だった。ガルシア・パーラ氏はヤンキースとライバル関係のレッドソックスなどで活躍、日本人選手はとても尊敬されています。大谷の前にメジャーリーグでプレーした選手も含めてです。松井氏の記録を破ることはとても名誉なことでしょう。大谷がハイタッチをしている姿で分かりました。彼も今後も偉大な記録を打ち立てるでしょうと語った。さらに翔平に破ってもらいたい。松井の記録はリングの記録です。松井は1つです、4つか5つ取ってほしいですとヘアストン・ジュニア氏。ハートング氏はそうなれば最高ですねと期待を込めた。ドジャースの道のりは険しい。最高勝率でなお懸念される地区優勝への道。 MLB を取材しニューヨークタイムズ紙などに寄稿しているベテラン野球記者スコット・ミラー氏は大谷とドジャースを中心にポストシーズンの展望などについて次のように語る。ドジャースがワールドシリーズを制覇する可能性については米メディアやスポーツブックで高確率となっている。米フォックススポーツが8月7日付で掲載したワールドシリーズ制覇のオッズはドジャースを1位にランク付け、米野球データサイトファングラフスは8月29日付ではドジャースがヤンキースとほぼ同じ確率で世界一達成の可能性が最も高いチームと予想されている。だがミラー氏はこう語る。ドジャースの下馬評は高いが実際にはそう簡単ではないと思う。まずナ・リーグを勝ち抜きワールドシリーズにまでたどり着けるのかと考えると道のりは険しい。ナ・リーグでは現在フィリーズ、ブルワーズ、ドジャースが各地区の首位に立ち、ドジャースの所属する西地区はパドレスとダイヤモンドバックスがわずかなゲーム差で後を追っている。
今後も接戦が続くだろうし、もしドジャースがポストシーズンに進出したとしても、対戦相手がどこになるかは、まだ全く見えない状況にある。例えばポストシーズンでフィリーズと当たったら、かなり苦戦するのではないだろうか。今シーズンレギュラーシーズン中の対戦を見ても、ドジャースは運が悪かった。7月9日からフィラデルフィアで行われた3連戦でドジャースは全敗。8月5日からドジャースタジアムで行われた3連戦では1勝2敗と苦戦した。ムーキー・ベッツやマックス・マンシーら複数の主力が怪我で欠場し、苦しい時期の対戦だったが、フィリーズもドジャースと対戦する直前は調子を落としていた時期で、8月の3連戦に入る直前は2勝8敗と絶不調。それでもドジャースとのマッチアップでは強さを発揮した。ハーパーといえば7月のオールスターでは大谷もリスペクトを示していた。同じナ・リーグのチームで一緒に時間を過ごし、どういう練習してるのかなと見たりして勉強になりましたと話していた。大谷とハーパーは似ているところがある。米国では人生のすべてを野球に捧げているような野球の虫のことを BASEBALLRATS ベースボールラッツ野球ネズミと呼んでいるのだが、ハーパーも大谷もまさにベースボールラッツと言える選手だ。試合前に徹底的に準備をし、相手投手をよく研究し、それぞれの投手に対する独自の攻略法をしっかり持っている。相手攻略のためにどんなわずかな情報でも知りたがり、知識レベルが非常に深い。ハーパーと大谷の選球眼、ストライクゾーンの見極め能力もかなり似ていると思う。大谷も高校時代から注目された選手だが、ハーパーもそう。彼はまだ16歳だった時に米人気専門誌スポーツイラストレーテッドの表紙を飾ったほどアマチュア時代から注目を集め、プロ入りしてからもスーパースターであり続けた。それでいて彼は誰よりもチームファーストで動く選手でもある。デビューから12年間ほぼ外野手としてプレーしてきたが、今シーズンから一塁手に転向している。球団からチーム編成上の都合で転向を打診され、快く引き受けた。チームのために戦力強化を最優先に考えるリーダーシップを持った選手の存在は球団にとって貴重だ。しかも勝負強いのだから、彼のような選手のいるチームはポストシーズンで強い。実際にハーパーはこれまでナショナルズとフィリーズでポストシーズン49試合に出場し、16本塁打31打点を記録。2022年のリーグ優勝決定シリーズではシリーズ MVP に輝く活躍をしている。大谷自身もポストシーズンでのそんな活躍を思い描いているだろうし、チームもそれを期待しているだろう。だがまだ一度もポストシーズンを経験したことがないため、その点では未知数。昨年の WBC では劇的な活躍をしているが、ポストシーズンではどうなるか非常に興味深い。ドジャースの戦力面で気になる点は何だろう。今シーズンは大谷や山本由伸投手、平、グラスノー投手、テオスカー・フェルナンデス外野手ら新戦力を獲得。ファングラフスの今年8月時点のチーム総年俸ランキングによると、ドジャースの総年俸はメジャー30球団中メッツに続いて2番目に高額の3億2400万ドル。戦力補強には相当な資金を投入しているが、ドジャースの打線上位に座る大谷、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンの3トップはメジャーでも最強だ。だが打線全体を見るとどうか。ワールドシリーズでドジャースとヤンキースの対戦を期待する声は多いが、この両チームの打線を比べると層の厚さはヤンキースが上だと思う。さていかがでしたか。今回は本日の大谷選手の44号ホームラン、そして初回の衝撃的な MVP 3連弾に MLB レジェンドたちのコメントなど、さまざまな内容でお伝えしてきました。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。またたくさんのコメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。